次、アーリング・フォー・ロマンス、憧れているのはロマンスなんだと、はい、昨日紹介したガーディアンズ SJ は所属したいと、はい、アイデアリストについて覚えておくべき最も重要なこと、それは彼ら全員が治癒不可能なロマンティストであるということだと。各タイプには叶える必要のある日々を通じて満たされるべき不屈の欲望がある。 SP アーティザンは社会的な影響を求め、ガーディアンは所属を求め、レーショナル NT は達成を求めますと。アイデアリストもこれら他の渇望がないわけではないが、ロマンスへの欲望がそれよりもはるかに強いと。ロマンス、つまり理想化された愛の意味で、 NF 型が受け入れたり選んだりできるものではなく、それは彼らの成長と幸福にとって不可欠なものであり、彼らが生きていく上で欠かせない栄養素です。逆に刺激のないありふれた関係は平凡であり、味気なく活気がないものだと。あらゆる生活の領域でアイデアリストは実用的な現実より意味のある可能性やロマンティックな理想に関心を抱いている。特に愛の関係において NF 型はロマンスに対する強い欲求を抱えています。もし NF 型が恋に恋してると言えるなら、まさしくそれが彼らです。しかし恋にすぐ落ちる一方で、アイデアリストは船舶が薄くて取るに足りない関係には興味を持ちません。それどころか彼らは自分の関係を深く意味のあるものにしたいと考えており、美しさ、詩、詩っていうのはポエム、はい、感受性に満ちたものにしたいと願っています。もし彼らの愛の生活がこのロマンスを書いていた場合、アイデアリストは自分たちとの関係を変に美化することがあると、そうじゃないものを美化することがあり、この完璧な輝きを現実の厳しい光ではめったに維持できないことがよくあります。 NF はこのようなロマンチックの投影のパターンに陥り、かなりの努力と感情の投資を伴い、でもかつ痛ましい幻影に終わることがありますと。実際にあるものとあり得たものとのその間の不一致、やってなかったところの世界線ですね、はい、うん、ここは興味ありますよね、はい、体調は興味ないかもしれないけど、はい、それは無数の小説や劇のテーマになっています、うん、アイデアリストそのものであるレオ・トルストイは自らの結婚生活で経験した習慣をアンナ・カレーニナで描写しています。レヴィンは結婚してから3ヶ月が経った。彼は幸せだったが、彼が期待していた方法ではなかった。あらゆる段階でかつての夢に裏切られていくのを感じていた。レヴィンは幸せだったが、結婚生活に着手したことであらゆる段階でそれが彼が想像していたものとは全く異なることを実感していた。彼は船が、湖の上で滑らかで幸福な動きを称賛した後に、自分がその中に座っていることに気づくという、男が経験することあらゆる段階で感じていた。まあなんかそんな感じなんですね、うん、このような現実的なチェックはアイデアリストがいずれのロマンティックな関係においてもすぐに直面するものであり、ああそういうことね、ロマンティックの中にいてもすぐになんかその現実的なところに直面するってことですね、はい、それにどう対処するか、その現状を発展させるか、または別の夢に進むか、うん、っていうのは彼らの個人生活の大部分を決定する要因になりますと、うん、夢を見続けるんだよって僕は思うんですけどね、うん、まあそんな感じはしますよね。それが NF っぽいですよね。ロマンスに結びつけようとする、うん、それをするのは簡単ですよ、はい、結婚生活に退屈しているやつを説教したいですもんね、はい、お前の愛が足りんと、はい、愛する方法はいくらでもあると、はい、って言いつつもなんかその、はい、フラート、フラート、はい、フラートはちょっと違うところでのフラートは、はい、求めてたりしますよね、はいはい、でもなんか、まあ、これは村上龍をずっと呼んできたからなのかもしれないんですけど、はい、全ての男は
モテたいと思っている、はい、っていうのはそれはそうだよねって思ってるんですよ、はい、そう思いません？全てのって言われると言い過ぎな気がしますよね。体調はどうですか？モテたいと思っている、モテたい、本来モテる人は僕らもうないですよ、はい、モテたいが何か全ね、モテたいの定義、例えば若い時だったらまあ本当にモテたいわけじゃないですか、はい、いわゆるモテたいわけ、いわゆるモテたい、はい、今はまあ別にそういうのはないわけじゃないですか、そういうのはないですね、はいはい、ないです。なのでまあそのモテたい、それもモテたいに入るよねとか言って言われると、はい、入るかもしれないみたいなところですよね。あ、なるほど。あの若いって言われるのはどうですか？若いって言われるのは別にどっちでもいいです。その若いですね、見た目より、はい、実際よりも若いですねっていう言葉の中には、はい、ロマンス成分が入ってるじゃないですか。はい。でもまあ何でもロマンス成分を感じてもらってるわけですよね、それは。そうするとまあ別にそんなにロマンス成分を求めてないというか、色気が大事だよねとは思ってるんですよ、はいはいはい、あ、それはわかる。色気、わかるようでわからないような、難しいですねそう、定義というかなんか前提が難しいというか、何を思って、なんかツヤとかって言うじゃないですか。はい、別にまあそういうところは求めてないというか。あ、求めてないですか。はい。肌の手入れとかしてます？してないです。あ、でその肌を維持してますか？はい。え、化粧水とかやってない？やってないです。やろうと思っても三日坊主ぐらいですよ。もう僕欠かせないですけどね、はい、寝る前の化粧水と、はい、最近アロエなんですけどね、はい、やってないです。で布団に入ってからワセリン塗って、はいはい、保湿ですよ、はい、ツヤのためですよ、はい、やらないですか？まあ特には。それがちょっと SP っぽいですよね、はい、そういうのどうでもいいと、はい、明日のためですよ保湿は、まあ、明日のため、なんかもっとやりたいことの方がやりたいみたいな。保湿もダイエットも明日のためですよ、はい、明日のロマンスのためですよ、はい、っていう、これがなんかね NF をやりたがってんのかなって。それ、まあ、NF をやりたい人が NF なんじゃないですかってああ、なるほどね。そこに多分行かないんじゃないかな、他の NT の人とかも。そう、 NT はこんなとこ来るはずないんですよ、はい、そうすると、まあ、そのだから NF をやりたいとも思わないから NT なんじゃないか。でもなんか SJ からすると、はい、なんか楽しそうに見えるかなって。あ、でも所属が大切なんです。所属に憧れてるんですよ。いや、所属よりもどっちかちょっと旗は立てたいですよね。こうやってわーってこっちだよってやりたいじゃないですか、まあ、NF だからじゃないですか。アイデンティティですよね。本当の自分ですよ、うん、俺はここにいるよですよねで本当の自分をみんな探しに行こうぜって。はい。本当の自分ってみんないるんだよって。はい。とはなんだよ本当の自分ってっていう感じですよねなるほど、はい。治癒不可能な友知さんもそういうことなんですよ友知さんも治癒不可能なロマンティストなんですよ、はい、現実から逃げるのが、いや、むしろ現実から逃げてるのは他のタイプですよ。現実を美化してる感じはしますけどね。いや、現実の美しさをみんなが知らないだけなんですって。僕も知らないですけど、多分 SP 的に、 SP とか SJ とかは現実を現実のあるがままに受け取るわけじゃないですか。はい。でこう NF はもうこれこそが愛だみたいな感じに結びつけていくわけじゃないですか。あるはずとは思ってます、はいはい、地に足のついてなさは NF としても感じてしまうと。あ、この夢見心地な、まあどちらかというとレーショナルズもどちらかというとその、はい、うん、夢見がちな部分はありますよね、うんうん、まあ、レーショナルズも理想ですからね。理想ですもんね、はい、スキンケアは本当積み重ねですよ、はい、本当そうで、やった方がいいですよ、はいはい、やった方がいいと思いつつできないって感じですもんね、はい、ああ、なるほど、はい、美は一にして、本当そうですよね。僕も思います。 NF のロマンスはモテたいというより一対一の深い関係って感じですねと。いわゆるモテは S 的な気がしますと。うん、まあ、そこに愛を求め、ロマンスを求める感じですよね。 S 的なモテたいは、はい、多分告白されて付き合ってみたいな、そんな感じじゃないですか、まあ、現実的な感じ。あ、っていうよりもなんか NF の愛はロマンス、モテたいはイタリア的だと思ってます、はい、イタリア、フランス、ラテンラテンのノリ、はい、はい、もうなんか心と心のつながりみたいな。そう、常にみんなそういう存在だよねと僕思ってるので、はい、分かっ、じゃあもう体調も実は違うんですって本当は、はい、
僕に任せて会長の思いは分かるから、はい、はい、分かる分かる、はいはい、言いたいことは分かる合ってないけどSJ だとそこまで本当の自分にこだわりはなさそうと、基盤の方を重視してそうと、うん、あ、立ち位置がしっかりしてればまあそれでいいみたいな感じじゃないですか。 SJ の人はそこに居場所がちゃんとあれば、安心できる居場所がさえあれば。なるほど、はい、僕今安心できる居場所なんて一個もないですからねはい、はい、気づこうとはしてますよそれを、はいはい、だから SJ 的に愛はまあそういうものかもしれないですね。結婚したらちゃんと家庭のやるべきことをやるみたいな、役割をちゃんと果たすみたいな。 SJ 的に、 SJ 的には、あ、 SJ 的な愛はなんかそういう感じが。じゃあ家庭での役割は、はい、いつまでも愛することですって。でその愛するっていうのが、私の愛の表現はちゃんと家庭のやるべきことをやるみたいなことを思ってそうだなって話です。なるほど、はい、あんまりその気はないですはい、騙し切ったら勝ちだと思ってます。ロマンスで、愛で、はい、はいはい、なんかいつまでも楽しかったよねって、なんか、はいはい、ずっと貧乏生活だったけど、はい、なんか学生時代の貧乏って楽しいじゃんみたいな、はいはい、それで押し通そうとしてます今美化、美化ですねそれがロマンスって感じですよね。うん、ああ、うん、そうなんでしょうね、うん。